アイコンに釣り。マイクラ統合版に 1.19.80 アップデートが来ました。正式なやつです。今回は 1.20 の実験的要素が大量に登場したり、エンチャントの光具合が選べるようになったり、ラジバンダリーな内容になっています。それでは早速、かまどで四角すると、経験値が生成されるようになりました。釣り経験値かま、どういうことかというと、こうしてみると、まるで、経験値かまどがまさかの復活？何をすれば経験値が生成されるんだーって見えちゃいますよねー。では、かまどをこうすると、わかりますかねー。知りたいですか？では正解。なに？ 1.19.80 から、コーラスフルーツを焼くと、経験値が出るようになりました。これまで出ていなかったようです。ゲン、いただきました。11,980 レベル、ゲットだぜ。やるやん。ってことで、ここからは真面目にやっていきます。やるやん。ポーションの光沢がなくなりました。内容をわかりやすくするためですね。でもエンチャントの瓶はまだきらめいていて、遅れてくるようです。これで見た目での判別がしやすくなると、思います。ただ、これはまだ進化中で、1.20 ではもっと変わります。ざっと見比べてみるとこんな感じです。見慣れた頃にすぐまた見慣れないことになりそうですね。NEXT エンチャントの光沢の強さと、速さを選べるようになりました。設定の、アクセシビリティにあります。デフォルトは光沢の強さが 75%、速度が50の模様。デフォルトに戻すボタンがないので、想像ですけどね。エンチャントの本は、こんな感じです。光沢の強さを 0% にすると、こうなりました。違いのわからない男になってしまいましたね。エンチャントした本はこんなに暗くなってしまいました。上を向いて歩こう。強さを 100% にしてみると、なかなか眩しくなりました。速度 100% だと、ノリノリです。速度を 0% にすると、光りっぱなしになりました。ってことで、お好みの組み合わせを探してみてください。ってことウミガメがボートやチェスト付きボートに乗れるようになりました。しかしながら困ったことに、モブはボートに、ボートより小さい人だけが、乗れるようになった模様。いや、おい。これってかなり困ったことになりませんか？ちょっと心配ですね。NEXT ホグリン、ホッキョクグマ、クモがボートやチェスト付きボートに乗れなくなりました。あれさっきのと繋がってる？ジャバ版は乗せられないけど、統合版はボートに乗せて運ぶことができる。という統合版の特権がまた一つ、お亡くなりになってしまいましたね。他にもこの辺のモブが、ボートに乗れなくなっているのでしょうか。つまらん。統合版の特権を奪うパリピはつまらん。仕様を同じにしようって試みは素晴らしいと思うのですが、正直、だったらジャバ版にしかないものくれよ。ってことを、馬もダメなのでしょうか。乗らなーい。乗らない先生。馬言ったなー。トロッコは ?OK。トロッコは馬乗りになれる、と。まあ何にせよ、これは嬉しくないパリティ。不便なことがいろいろ発生しそうですね。また調べないと。あ、すまない。すまない先生。村人と取引したとき、村人から緑のパーティクルが出るようになりました。これまでパティルのは、レベルが上がったときだけだった。ってことだと思います。動物に繁殖のアイテムを与えたとき、プレイヤーの咀嚼音が鳴らなくなりました。統合版の動物さんも、お上品になれましたねー。村人がベッドから起き上がるとき、ブロックをすり抜けることが減ったようです。不当かブロックかそうでないかによって、衝突するかしないか、空いたスペースに着地するか、ブロックの中に入ってしまうか、挙動が変わっていた模様。修正された、とのことです。信じるか信じないかは、あなた次第で、NEXT 飛行中にスニークできなくなりました。いきなり声が大きくなりましたけど、これは声を大にして言いたい。撮影者には、宙に浮いたままヘコヘコしたい時があるとです。それになんといっても、これまで飛行モードから、歩きモード&スニークへとスムーズに移行できていたのに、G
地面に立っているつもりなのにスニークできないってことが稀によくあります。これは辛い。わざわざ一旦抜いて落下しないとお辞儀できないのは面倒の極みでございます。お助け。ジャババンはそうだったろ、時期になれるさ。ウザババンの中だ。 Next。 ヘルスブーストを解除した時に体力が回復しなくなりました。これまではこんな感じで回復しちゃってたんですね。しなくなったとです。 Next。 しゃがんでから泳ぐとプレイヤーのカメラがブロック内に埋まらなくなりました。これまでこのようにブロックにカメラを乗っ取られたりしていたのが修正された模様。 Next。 ブロックステージの予測変換ができるようになりました。これまで出てこなかったので結構苦労させられましたけど、もういちいち調べなくてもは買ったり買ったり、はい、直接入力しなくてもよ買ったり買ったり、はい、分かったりよかったりラジバナリーってことを、フィルセットブロックおよびクローンコマンドで他のオプションの式数を使用する場合のブロックステート式数の要件が削除されました。このカクカッコブラケットですね、省いても良くなりました。上手にできました。ようやくスッキリしましたね。フェンスはオークフェンス、アカシアフェンス、ビアーチフェンス、ダークオークフェンス、ジャングルフェンス、およびスプルースフェンスに分割されました。出た。コマンドは引き続きフェンスでも機能しますが、コマンドプロンプトで提案されるのは新しいフェンス名のみです。プレイヤーのカメラや動きを制限できるコマンド、インプットパーミッションが実装されました。カメラとムーブメントがあります。セットでカメラを無効にすると、移動はできるけど、カメラを全く動かせなくなります。ムーブメントだけを無効にすると、カメラは動かせるけど、移動ができなくなります。両方無効にしてしまうと、視点も体も動かせなくなります。お友達をからかうミニゲームに使えそうですね。はい、それでは実験的機能の解放で遊べるものをざっと見ていきます。まずは 1.5 スニーク。はこのショートスニーキングをオンにする必要があります。普段遊んでるワールドで試したい場合はコピーを忘れなく、巻き焦がれた 1.5 ブロックの空間でもスニークできる仕様が、実験とはいえようやく統合版にも登場です。あれ、私カメラワーク下手くそなんかな、視界が開けませんね。三人称で俯瞰で見せたかったのですけれど、まあまだ問題課題が残っているからこその実験なのでしょう。というわけでまだ本格実装ではございませんが、1.5 スニークの登場でした。そしてこの通り桜バイオームも、実験的機能で、次のメジャーアップデートを開放すれば遊べます。ワールドコピー必須。次のメジャーアップデートで開放されるのは他にも、考古学の追加要素、20種類に増えた陶磁器のかけらたち、12種類の鍛冶型、11種類の防具装飾用の鍛冶型と、もう1種類は恐怖のこれ、ネザライトアップグレード。ネザライト防具を作成するのに、ダイヤプラスネザライトインゴットでは作れなくする悪魔の所領。ネザライトの鍛冶型が必要になります。あ、統合版はネザライトテンプレートなんですね。鍛冶型とどっちで呼ぼうかな？これ次のメジャーアップデートを解放していなければ、まだ鍛冶型は必要ないので、解放していないワールドで遊んでいる方は、今のうちに作っておくと良かですね、ネザライト装備を。ってことで解放要素の続き、防具装飾もあります。かっこいい。あとは新スカルクセンサー、調律されたスカルクセンサーに看板の編集機能、一度設置した看板の文字を後から変更できます。縦縞を横縞に変える覚悟で臨むこともできます。なんでや、阪神関係ないやろ。あと実験専用のパリティ要素がいくつかありますが、その中から一つだけご紹介。泥ブロックにスイカとカボチャを実らせられます。千倍精神と時の部屋に入って見守ります。違う違う、今のカットでそうじゃこれでいい。正式実装は 1.20 からですが、栽培機構にレボリューションです。というわけでマイクラ統合版 1.19.80 の正式アップデートでした。そして実は翌日に 1.19.81 という微修正アプデが来ります。スイッチには少し遅れてくると思います。それでは今回はここまで。バイバイ。あばよ。